ゆっこでーす。集めろー。お風呂のお掃除しなくっちゃー。あれ、あれ、ちょっと待って、あのさ、え、これってなんか楽器になるんじゃない？これってなんか楽器になる気がする、そんな気がする。ということでホース買ってきちゃいました。なんと10m。 めっちゃ長くない？なんかもう形的にこの時点でもホルンみたいじゃない？そもそもこれマウスピースつくのかな。これはテナーサックスのマウスピースなんですけど、ここに、あ、やばいやばい、あ、もうちょっとホースが細ければ入るんだけど、なんかちょうど一緒ぐらいって感じで入らない。どうしようかな。ちょっと細めのホースを買ってきました。あ、いい感じで、ここにこのマウスピースをくっつけて、ほら完璧、楽器になりましたね。で、音階の穴を開けなきゃいけないんだけど、とりあえず一回このまんまで吹いてみたいと思います。スタジオにレッツゴー。スタジオに来ました。それでは早速 10m のホースを吹いてみたいと思います。どんな感じなんだろう。あれ、音が全然出ないんですけど、え、なんで、なんか本当だったらすごい低い音が出ると思ったんだけど、リードがなんかすっごいゆっくり振動している感じがして、今あのピッピピって鳴ってたその速度でなんかリードが振動している感じがしたんですよ。下唇がめっちゃなんかもうくすぐったいって感じで、全然なんかちゃんと振動してくれないんですよ。もしかしたら多分このサックスのマウスピースとこのリードだと、この長さの 10m の楽器は多分吹けないんだと思う。金管のマウスピースも用意したので、それで吹いてみたいと思います。これトロンボーンのマウスピースなんだけど、おお、すごい、ぴったり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 です。よくね、金管のねマウスピースはあんまり吹いたことないんだけど、あ、すごい音が出た。あー、でもやっぱりサックスのマウスピースで吹きたいから改造しちゃおうと。はーい、ということでお部屋に戻ってきました。さっき 10m だったら音が低すぎて全然出なかったから、サックスと同じ長さに切っちゃいたいと思います。これがテナーサックスなんですけど、これと同じ長さにしたいと思います。はーい、じゃあやっていきたいと思います。まずここ切って、と、はーい、ネックのところから測って、こうなって、こうなってからのここで切りたいと思います。印をつけます。すっごい硬いですね。切れました。いい感じ、できた。このぐらいになりました。これがテナーサックスの大体の長さです。音階をつけるのに穴を開けないといけないんだけど、構えられないと思うんだよね、もうクリャクリャだから。どうしよっかな、ちょっと考えます。じゃーん、髪の毛のスプレー缶にホースを巻きつけました。これだったら吹ける。じゃあ穴を開けていきたいと思います。こうだから、指穴を開けました。すごい、見て、完璧じゃないですか。ここから息が入っていって、くる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 ってなって、ここから息が出るんですけど、もう楽器だよね。めっちゃ楽しみ。スタジオに行きたいと思います。それではこのホースを吹いていきたいと思います。あー、すごい。音が出た、やばい。バスクラみたいな音ですよね。めっちゃ難しい。ちゃんと音階も出ますね。何これ、もう泣けてくるんですけど。あー、面白い。ホースがちょっと太めのホースです。
から細い方で巻きつけたらもうちょっと高い音出るんじゃないかな。それもなんかちょっと試してみたいですね。ライブとかでも使えたら面白いかも。いろいろ研究してみたいと思います。この動画が良かったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくね。ゆっくみ